まあ、最初に乗った時はまあ乗り味のいい馬だなっていうのが第一印象で、まあ、前半はもう馬の気持ちのまま走らせて、ラスト直線、まあ、力を集約するとものすごくいい足を使うことが分かったので、もうそういうスタイルで乗ってましたね。そうですね、まあまあ、僕にとっても、ね、思い出深いダービーですし、もう絆で随分僕も、ね、苦しい時期だったんでね、すごくこう救われた気持ちがとにかく強かったですね。だから本当にいい馬に巡り合ったなっていうふうに思いました。そうですね、まあ、初年度3区からね、非常に活躍馬が多くて、まず勝ち上がり率がいいですし、癖とかね、欠点とかっていうのがあんまりないんじゃないかなっていう、そういうのが多いような感じは思いますね。まあ、オークロニックの兄弟がね、すごく活躍してますしね、ノムクはクロノジェネシス。そうですね、まあ、僕の前提ですけど、まあ、調教師になってね、意外とね、彼に合わってたのかなって思えるぐらい、非常に一生懸命やってますし、まあ、馬に一頭一頭ね、非常にしっかり向き合ってるなとは、まあ、旗で見てて思いますね。いや、もちろん、来なかったら怒りますよ。楽しみにしてます。